激しくマークに行く、ファイトオーバーしようというところ、アウラが行った、バスケットカウント、やはりこの2人のケミストリー、どちらのチームに勢いをもたらすでしょうか。さあ橋本に対して河村がよくマークについている、ウィリアムズがスリーポイント狙った、決まる、朝日、東海大学の大先輩が田島朝日、マークに行く、ね、ファイトオーバーに行く、そしてカーターがドライブ、ファールがあった、15番の玉木のファール、バスケットカウント、いやナイスアシスト、オーダン・テイラーが、そうですね、さあ、クズハラ、あ、アキ選手、粘ったけど、よく粘った、メイヨが押し込みました、テイラーが、田島朝日、スリーポイントは決まった、メイヨのそのボールの集まり方が、まだここまであまり見られませんが、そのメイヨに、桜井選手のアシストですよね、見事な桜井のアシスト、まだ来ない、ね、メイヨが来た、体を生かして、バスケットカウント、いやビッグプレー、ここでビッグプレーが出ました、ファールを誘うような。そうですね、中野つかさ、葛原、アタックして、キックアウト、田島のスリー、今日田島4本目、うわー、しびれる、ね、よくレバンガ北海道がボールを回しましたよね、落ち着いてました、葛原の判断も良かったんですね、はい、こう回して回してチームで掴んだスリーポイントという形ですよね、はい、レフトに対して北海道としてはノースリーですよね、スリーポイントはやらせたくないですよね、カーカー強い、体の強さを見せた、試合残り時間1分を今切りました、名誉選手にボールを当てたいところですよね、葛原のスリーポイント、葛原今日3本目、ここでテイラーが名誉、いやよく打った、押し込んだニック・メイヨ、いや、メイヨ選手、素晴らしい、今日32点です、ここシュート、本当は行ってほしかったと思うんですけど、よく反応しましたよね、そして押し込む、最後は何かこう、メイヨの執念のような、そうですね、左手ですからね、はい、今、試合終了、レバンガ北海道、今シーズン初の3連勝、しかもホームでの3連勝ということになりました。